どうも皆さんこんにちは。簡単ギター教室ガズギターのガズでございます。さあギターレッスン、宇宙一簡単ギターレッスンガズギター始めていきましょう。今日取り上げたいテーマソングはこちら、ドン、スピッツの渚でございます。夏っぽいですよね、渚。この曲はですね、ギターガズギター式でやるとですね、かなり気持ちよく簡単なことになってますんで、もりもり歌っていきましょう。さあ、このガズギター YouTube なんですけれども、本来ですと、この、チャンネルはですね、このウクレレの初心者レッスンチャンネル、ガズレレという YouTube チャンネルなんですけど、毎週日曜日限定でギター教室、宇宙一簡単ですよ。なんしろ、この私が、ゼロから思いついた、オリジナルの弾き方なんでですね、もうひっくり返るぐらい簡単になってますね、楽器。私できるかなというふうに、自信がないなという方でもガズギターだったらすぐできますから、ぜひ始めてみてください。革新的なこのガズギターやってみたいなと思った方、概要欄にね、始め方の URL 載っけとくんで、動画を見ながらですね、基本を学んで、どんどんすぐできるようになりますから、やってみてください。で、一個おすすめなのは、さっきも言いましたように、これ普段ね、ウクレレのね、このガズレレっていう YouTube チャンネルをやってるんですけど、ウクレレの方がね、ギターよりはるかに簡単なんですよね。で、ギターとすごく親和性が、やっぱり共通点が多いっていうのはあるんで、まず最初、より簡単なウクレレでデビューして、弦楽器デビューして、その後ギターに横展開っていうのもおすすめしています。ガズレレで始めるウクレレの始め方の URL も貼っとくんで、ぜひ、やってみてください。両方やるとまた楽しいと思いますけどね。さあ、今日のレッスン動画、入っていこうと思うんですけど、渚スピッツ。まずね、このガズギターアレンジだとですね、コードはですね、7個のコードですが、かなり簡単です。コード移しておきます。このコードでやっていきますが、E というコード以外は指2本だけでできるという、まず、簡単バージョンではこのコードを使います。いつもの流れなんですけど、最初は簡単バージョン。初心者の方でも超簡単にできるやつをゆっくりやって、後半は、もうちょっとレベルが高い中級バージョンでやろうと思うんですけど、最初に出てくる簡単バージョンではこのコードですからね。指2本だけで押さえられるコード、ほとんど。E だけが3本指。簡単ですから。はい。このコードを使って演奏していきましょう。細かい解説はこの後をやるとしましてですね、まずは、シンプル簡単バージョン、ジョンの方から、スタートしていこうと思います。 1, 2, 3, 4
やってみました。スピッツの渚、ガズギター流超シンプル簡単バージョン、気持ちがいいです。ちなみにあのこの1個だけ3つ指の E というコード、1回しか出てこないんで B メロで、なんでほとんどこれ指2本コードでできるっつうことになりますですね。はい、今ね出てきたコードこれなんですけど、見てもらえたらわかるけども、この E っつうのは一瞬ですからね、これ今映ってる E はね、あとは指2本コードだけでできちゃう。これは気持ちがいい。ぜひ皆さん取り組んでみてください。ガズギターによる簡単楽譜、今から画面上に出していきます。渚スピッツガズギター簡単バージョンのアレンジになっております。はい、イントロは C と F と C と F ですね。これね、やっぱ歌のタイミング、ささやく冗談でいつも、つながる。この言葉のタイミング結構難しいんで、この、ガズギターのノートはね、この点でリズムをね、これ測る、入れるようになってるんですよ。ここ見てください。せーの、ささやく冗談でいつも、つながりを。で、この言葉がね、全部裏拍で来るんでですね、結構これは簡単に聞こえるけど、いざ歌ってみるとなるほどという言葉のね、入るポイントが、絶妙なところになってます。聞き込んでやってみてください。こうやって写しとくのでね、皆さんノートなどに書き出して、じっくり、ゆっくり、いや、練習していってください。この言葉のタイミングが難しいんだよな。コードはね、簡単ですよ。しかもワンブロックほとんどこの辺はコード1個だからね。めちゃ助かるやつ。いいですか？一時停止で書いてね。はい、じゃあ次。B メロですね。ここで、ここだけ、1個だけ3本指出てくるだけですからね。はい、今の簡単バージョンだとこうなりますと。はい。この B メロとか切ないですよね。はい、そしてここがもうサビですね。サビね、本当はね、これガズギター、オリジナルショートカット、ウルトラショートカットアレンジですからね。本当はここから2番が始まっていくんですよね、サビ1回やったら。まあなんですけど、このメインのサビもこう2個連続並べてということになってます。はい、これ一時停止でメモってください。このサビとかのメロディーもやばいですよね。そしてですね、ここの最後っていうかこのブリッジパート。輝いて、ここが切ない泣きのメロディー。はい、これをやったらここに書いてあるんですけど、もうサビにもう一回戻りますと。はい。で、ここに戻るわけですね。柔らかい日々が、はい、ここまでやって、ここで終わるわけですね。はい。これがガズギター簡単アレンジバージョンの楽譜になっております。はい。コードはですね、今言ったようにこの7個のコード。まずね、今簡単バージョンではこのコードでしたよということでご紹介しましたけど、これはもう、初心者の方でもすぐできる。指2本。ほとんど指2本で押さえる。C。またこの C の響きがまたいいんですよ。これですよ。で、まあ一応言っときますけど、バツがついてるところはできれば弾きたくないということなんですけど、どうやって弾かないでいくというと、 C であったらですね、この指でちょっと当ててあげるとか、僕の場合ね、ガズさんの場合、親指でこう、親指ちょっと触れるんですよ、スト。こういう風に音がミュートって言うんですけど、6弦ね。ちょっとくすぶる。これで弾くと音出なくなるんですね。こういう感じで、このバツのところは弾かないようにする方がいいんですよね。なんでまあでもあんまりね、これ初心者の人がこの音を出ない音を、出なくする方が逆に難しいんでね。なのであんまり気にしなくてもいいです。そうするとどうなるかというと、こういう音になるんですよ。ちょっとこの音が邪魔くさいんですけどね。気になったら、まあ、この指を一個当ててあげる6弦に。そうすると、音くすぶるって、はい。あと親指触ってあげるとか、そんな感じで音を止めてますということになってます。はい。であんまり初心者の人は気にせずにね、思いっきり、やってみるのがいいと思いますね。今、ピックを使わずに指でこう、じゃんって、4つ弾きでやった、という簡単アレンジバージョンでございました。じゃあ、こっからね、もうどんどん行きますと、かっこいいバージョンの解説入っていきましょう。かっこいいバージョンでは、今この映ってるコードのうちの C と F と G だけ、ちょっとコード変わります。いきまーす。はい。ここで変わりました。今赤い色がついているところがまあ加わるわけですけど、いつものね、これガズギターの簡単版とかっこいいバージョンの違いって主にここなんですね。この3つのコードでちょっと豪華になります。C はさっきここの2個だったんだけど、この2弦の1フレットが加わる。G はさっきここ2個だったんだけど、1弦の3フレットがこんなように加わると。F が一番ちょっと厄介で、F はさっきこの2本だったんだけど、小指で4弦の3フレットと、3弦の2フレットがこんなように加わって、1と2弦のと、1弦2弦はバツが書いてあるから、どうやって音を止めるかというと、この人差し指の、この腹の部分を使って1弦と2弦をちょっとタッチしてあげるんですよ。そうすると、こうくすぶる。これで、
1弦と2弦は音出てないミュートになってますということなんですけど、これもあんまり難しかったらあんまり気にせずに思いっきりいっちゃいましょう。はい、それでもねこの曲の場合は結構いい響きになると思いますが、はい、このちょっとゴージャスバージョンのコードで、かっこいいバージョンをやっていきたいと思います。そしてリズムなんですけど、今回かっこいいバージョンでは、この曲ね原曲を聴くと16ビートっぽい要素もあるんですけど、今回はちょっとあの皆さんより、多くの方にあのこのグルーブを楽しんでいただけるためによりね弾きやすい8ビートを使ってピックでいこうと思います。そしてあのちょっと大まかなイメージだとあの結構ねその8ビートの弾き方も特徴的な感じでちょっと、ね、聞いてもらいたいんですけど、 C を弾いてみますね。そうそう、こんな感じがいいと思います。せーの、はい、これね8ビートのチャが半分っていう風にねガズは言ってるリズムなんですけど、普通ってねこんな感じですじゃない、これね、茶がね、一個半分になるんですよ。前半の茶を抜くとこうなります。はい。こういう感じのちょっと ゆったりしたリズムでやりたいと思います。8ビートは基本的な、茶っていうのは、ちょっとこう力を込めてアクセントを入れるって感じですね。はい、それでこのリズムの時にこのねワンブロックコード2個の時どうするかっていうと、じゃあこの幻を覚めないでって、これ F から E 星 D 星じゃないですか。ここちょっとゆっくりやってみると、せーの、幻チャカドンチャカですね。だから F と E 星の E 星の時にチャを入れるみたいな感じで、こうゆったり感をキープして、いくのがいいんじゃないかなというふうに思います。で、ガズの場合は、このいつもそうなんですけど、このブリッジの、ここのところに、この手のこの部分を開けた、ちょっとブリッジミュートというのをかけながら、渋い感じで、やりたいと思いますけど、フルオープンで、こういうのでも全然フォークギターっぽい感じで弾くのもいいんですけど、ガズはちょっとね、自分がこういうちょっと渋めのね、おとなしめの感じのミュートをかけたブリッジミュートバージョンでやりたいと思います。まずこのリズムになるとリズム速くなっちゃう要素がすごい満載なんで、まあ確かにねシンプル簡単バージョンよりだいぶテンポ速くなりますけれども、曲の中でだんだん速くなっていってしまう要素が高まるので、まだ落ち着いてリズムキープ、結構これがポイントかなと思う。8ビートって気持ちがいいリズムだからね、どうも速くなっちゃう。気持ちがいいとね、僕ら人間って速くなっちゃうんですよ、リズムが。まあそれもある程度はね、かっこいい要素の一つではあると思うんですけど、あまりにもね、もうバーッと速くなっちゃうのもちょっと、どうかなと思うんで。はい、そして、もう言うまでもないですけど、歌詞のイメージですよね、このね、スピッツのね、この草野正宗さんのね、こう描く歌詞世界っていうのがもう独特なんですよね。その、聞く人の数だけ、映像があるみたいな感じですから、それぞれの方のイメージで思いっきり歌っていきましょう。じゃあ早速やっていきますよ。ガズギターかっこいいバージョンでスピッツの渚やってみる。 1,2,3,4。 ささやく湘南でいつもつながりを信じていた砂漠
やってみました、スピッツの渚、かっこいいバージョン。気持ちがいいな、このリズム。なんかね、このこうですね、このコードを弾いてるだけでこうメロディーラインが頭に浮かんでくるような、パレ、これは来てますね。確かにね、このかっこいいバージョンでこのゆったりこのリズムキープ、8ビートのチャガ半分のリズム、こうどっしりこうキープし続けるっていうところが、これはね、地味なこのハードルの高さだと思います。はい、あとやっぱこれ歌が気持ちがいいんですけど、ちょっと油断すると言葉のタイミングがですね、あれあれって迷子になっちゃいがちなんで、この辺はやっぱ聞き込みとやっぱ練習かなと思いますけど、これやっぱりね、すぐにねものにしようと思うとね、まあ大体よくないんでね、時間かけてやるっていうのは結構ポイントで、最初からうまくできないですから、まあそのゆったりね、自分の中でこのものにしていく途中こそがこの弾き語りの醍醐味であるというか楽しみでありますんでね、ぜひ皆さんじっくりいきましょう。はい、ガズギターでですね、楽しんでください皆さん。はい、ありがとうございます。そしていつもお伝えさせていただいてるんですけど、なんかギター弾いてて困ったなとか、いろいろ聞きたいこととかあったらね、コメント欄ご活用ください。どんなことでも一応答えていこうかなと。テーマによっては動画にしていったりするということもあると思います。はい、あとガズギターもね、かなり曲数増えてますからね、概要欄にガズギターのご案内のところにね、曲目のリストとかなってますね。他の曲もいろいろやってみてくださいということで、本日のガズギターレッスンこれにて終了にしたいと思いますが、今も言ったようにね、このガズレレというねコンテンツいっぱいやってるんですけれども、ガズレレではね、面白いニュースとかたくさんあるんですよ。8月8日は渋谷でですね、HMV&BOOKS で誰でも参加できる無料イベントを、ウクレレもめちゃ楽しんで、ぜひ皆さんご興味を持っていただければというふうに思います。ちょっとご案内動画、ガズレレのねご案内この後貼っときますので、ご覧になってください。じゃあまた日曜日お会いしましょう。さよなら、バイバイ。はい、この本が出たよというお知らせと、8月8日渋谷で、誰でも参加できる無料イベントだよ、みんなウクレレ持ってきてね。はい、この曲セッションしますからね、もうこれちょっと予習してきてくれると嬉しいなと思うんですけど、よろしくお願いします。 HMV 渋谷に集まれ。はい、そしてですね、ガズレレではね、アプリを出してるんですよ。ガズレシピというアプリです。このアプリなんですけど、アプリのインストールは無料になってます。中で楽譜がもう何百曲もある、清書されてる楽譜でですね、こっちはかっこいいバージョンの表記もあるんで、これかなり役立ちますからね。で、このアプリ内は、いろいろスクロールができたり、自分がダウンロードした楽譜の管理ができたりとか、すごくいいものになってるんですけど、このね、楽譜がですね、書籍版になってます。はい、こちらです。はい、このガズレシピ書籍版も大好評です。Amazon とか、あと島村楽器さんでも、これゲットできますんでね、チェックの方よろしくお願いします。そしてですね、ガズレレではね、ウクレレ以外にも簡単音楽レッスンやってます。ガズピアノ、これ鍵盤楽器ですからね、これね、ほんと、ガズレレ楽しんでる方だったら、あっという間に鍵盤楽器でも弾き語りができますよというね、ガズが開発したプログラム、ガズ、これ本も出てますから、ガズピアノのハニーさんと一緒の表紙なんですけど、ハニーさんも先生役で、はい、ガズピアノという YouTube チャンネルでレッスン動画公開中、あと毎週日曜日はね、このガズレレ YouTube でもギター教室、ガズギターもやってますんでね、ギターやってみたい人もモリモリやってみてください。はい、そしてガズレレではいろんなグッズありますよ。まあ、G ラボのウクレレとかもそういうのももちろんあるんですけど、それとは別に、キャップだとか、今これ着ている T シャツとか、このストラップだとか、ここに映ってる水引きだとか、こういうのがでも小物もいっぱいあります。このバナー、ガズレレ公式ホームページのこのバナーのところに行くと、いろいろ見られるようになってますので、ぜひ皆さん見るだけ見てください。楽しいグッズいろいろ、ポップに行きましょう、ポップに。はい、そんな感じでね、ガズレレではもうあっちからこっちからもういろんなことやって、もう音楽聴くからやるに変えて、人生をもう豊かに楽しくしていこうということで活動しています。皆さんどんどん音楽して、音楽仲間もねどんどん増やしていくとですね、笑顔がその分増えるんでですね、最高だと思います。はい、そんな感じで今回のガズレレレッスン終わります。またお会いしましょう。楽しく音楽していこう。バイバイ。